真ん中には日課ジカスがドンと構えています。辻直人外で回す、青木から名誉を狙っていったこのパスがずれます。カジカス、ここはジャニングと寺島ということでミスマッチ、ジャニングのスリーポイント、いやこのクイックシュートです。そのスリーポイント、リバウンドはどうだ、川崎です。藤井、マットジャニング連続で来た、藤井が取りました。はい、よく取りました。あ、打たれますね。マットジャニング3本目カジーカス、藤井、今度は藤井が仕掛けるか、マットジャニング溜めてスリー、もうちょっとでも遅れたらね。長谷川が打っていく、このオフェンスリバウンド川崎、ニックファジーカス、はい、先ほど、ね、課題にも一つでも挙げたこのリバウンド、オフェンスリバウンドをね、2人来る、ただ逆サイドパスが通ってジャニング、5本目、ジャニング選手打たれるとどうしても決められてしまうので、はい、その辺考えた方がいいですね。さあこのジャニングが今度はアタックです。いや、ジャニング躍動です。これで19得点。寺島、アジカスが前に出てきて、いやここは2人でボールを奪いました。川崎、藤井、イジリーボック、ね、ボール運びの段階からやはりプレッシャーもかかってましたし、はい、簡単にはねプレーさせてもらえなくなってきましたね。2人出てくる、アジカスに渡る、あ、中にいたマットジャリング、あるいはバイオレーションも狙っていきたいというところだが、いやジャリング、ジャクソンのクローズドアウト、嘲笑うかのようなマットジャリングのドライブでした。